双子を拾うファウストゥルスと、アッカ・ラーレンティア・ファウストゥルスは、ローマの建国神話に登場する舞会で、ローマの建国者、ロムレスの養シナ・妻は、アッカ・ラーレンティア。伝承によれば、アルバロンガをアムリウスの舞会で、ローマの七つの丘の一つである、パラティヌス周辺に暮らしていた。アムリウスはアニヌメトルから王位を参奪し、その娘レア・シルーヤを処女が義務付けられた。 ウエスタの巫女としていた。にもかかわらずレアシルーヤは妊娠し、双子を出産した。アムリウスはこの双子をティベリス川に流すように命じ、双子は籠に入れられ、流された。双子の籠は川に浮かべられたものなほどなく、騎士に流れ着き、メス狼の父やキツツキのもたらす食料で、双子は命を繋いだ。この双子を通りかかったファウストゥルスが見つけ、家へと連れて帰った。 ファウストゥルスの下で、双子は、ロムルスと、レムスと名付けられ、やがて立派な若者に成長した。成長した二人は、周囲の牧夫たちの指導者的立場に立つようになったが、アウェンティヌスのヌミトルの羊飼いたちとさかいが起こるようになった。ある時、ヌミトルの羊飼いたちによってレムスは拉致され、ヌミトルの元に連れ去られた。ロムルスはレムスを奪還しようとしたが、その前に、 ファウストゥルスは双子が、実は、ヌミトルの孫であることを教えた。出生の秘密を知ったロムルスは、共に、アムリウスを倒すべく本当の祖父のもとへと赴いた。一説によると、ファウストゥルスは、アムリウスの召使いが、双子の籠を流しに行く際立ち会っており、このため自分が拾った子供たちが、ヌミトルの孫であることを知っていたという。 残されたファウストゥルスも双子の出生の証拠となるカゴをヌミトルラに見せるべくアルバへ向かった。しかしアルバではヌミトルに会う前にアムリウス側に拘束され、アムリウスにレアシルイアの子供たちが生きていることを言わねばならなかった。それでも双子がすでにヌミトルの元にいることは隠し、まだパラティヌスで仕事をしていると偽った。その後、双子とヌミトルによってアムリウスは撃たれ、 ヌミトルが王位についた。双子は自分たちが育った地に新たな都市を作ることを王に提案し、最初の植民者と共にパラティヌスへ帰ってきた。しかし、都市の建設に関してロムルスとレムスの間で争いが生じた。一説ではこの戦いの中にファウストゥルスは武器もつけず飛び込み命を落としたという。また、この時ファウストゥルスの弟で共に双子を育てたという。 プリスティヌスも同時に死んだとプルタルコスは伝えている。ありがとうございます。